皆さんこんにちは、 H3F です。今日のビデオは福岡県太宰府市九州国立博物館の社交リフトのご紹介です。まずは西鉄福岡駅から西天神大牟田線と太宰府線を乗り継いで太宰府に向かいます。この時の電車は今となっては懐かしい8000型の豪華リレー、二日市からの旅とも今では2代目に変わっています。太宰府天満宮に参拝を済ませ、遊園地の前を通っていくとありました、九州国立博物館の入り口のアクセストンネル。ここ九州国立博物館には新商社およびベビーカー専用の車高リフトが2カ所に設置されています。筆者はこれらには該当しないので乗ることはできませんが、外から見られるように設置されているので観察してみることにします。1本目はアクセストンネルに入ってすぐのエスカレーターの脇に設置されているもので、動画内の丸印のところです。一見普通の階段に見えて混乱しますが、そこをリフトが走ります。二本目はアクセストンネルから見ると裏側に当たる場所にあり、外側に設置されています。こちら側は駐車場に近いからでしょうか、頻繁に稼働している様子が見られました。渡部産業という会社で設置されているようです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。